どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日も新作映画1本ご紹介したいと思いますということで、今回はね、ちょっとね、話題になってるアニメ映画ですね。ブルージャイアント。少し前に RRR という映画が口コミで大ヒットしてましたよね。そして RRR に続く口コミ映画にこのブルージャイアントがなるんじゃないかと、密かに思ってるんですよ。まずはフィルマークスの評価なんですけど、今見るとね、現在星4.3。すごいね。4を超えると、フィルマークスで4.0を超えると、外れはないんですけど、それ以上ってなかなかいかないんですよ。4.2とか4.3。4.1とか4.2って、なかなかいかないんですよね。まあ、逆に言えば、4.0の壁をぶち抜けると大ヒットしたり、名作として長く語り継がれるような作品になり得るんですよ。そして本作、ブルージャイアントがその様相を呈し始めているんですね。原作はビッグコミックで連載されて、音が聞こえてくる漫画と話題を呼んで、920万部にも及ぶベストセラーとなった石塚真一さんの原作コミックなんですよ。もちろん僕はコミックなんて知らないし、もう存在も知らなかったし、もちろん読んだこともないし、そもそもジャズプレイヤーが主人公のお話なんですよ。僕はジャズとかクラシック音楽とか全く知らないし、聞いたこともないし、聞こうとも思わない人間なんですね。そもそもジャズなんてミスチルとかサザンとかあんなの音楽じゃねえって知ったかぶりしたスノブなおっさんが、実は何にも分かってないくせに聞く音楽っていうのが僕の中の印象なんですよ。ジャズ好きとか言っとけばね、女にモテるだろうっていうおっさんの妄想のためにあるような音楽というのが僕の中の解釈なんですけど、違いますでしょうか？とにかくジャズなんて適当にピアノの鍵盤叩いたり、ベースの弦を適当にこうピンピンピンって弾いてるようにしか僕はね、聞こえないんですけど、そもそもメロディーとして成立してんのかよってずっと思ってました。だけどね、今回この映画がそんな僕の思い込みを全て吹き飛ばしてくれたんですよ。いや、すごいよジャズ、すげえよ。こんなパワーを持っていたなんて、いや、お恥ずかしながら、この映画で生まれて初めてまともにジャズを聴くという経験をしました。もう53歳、50過ぎてですよ。それもまさかのアニメ映画でそんな経験をするなんて夢にも思いませんでしたね。正直そんな感じだったんで、この映画には正直あんまり興味がなかったんですね。コミックも読んでないし、ジャズなんて1ミリも興味がないし、そもそも予告編からして、いや、そんな面白そうとはね、思わなかったんですね。いや、むしろアニメでやるんじゃなくて、もう実写でやれよとかと思ったぐらいなんですよ。でも、映画系 YouTuber の人たちがやたらと絶賛しているし、映画ファン界隈も妙にざわついている。どことなく RRR の時と似たような空気感があったので、いや、これはもう見に行くしかないべというか、ね、見に行く必要があるだろうってことで、2月23日の天皇誕生日にヒューマントラストシネマ渋谷にて鑑賞してきました。もうこの時点でね、口コミで広がっていたんでしょうね。満席でしたよ。客層は明らかに20代30代が多いんですね。ジャズを好む人たちって、すかしたおっさんっていうイメージだったんですけど、いや、意外にもね、若いお客さん多かったですね。またね、おしゃれな感じの若者が多かったんですよ。ヒューマントラストシネマ渋谷って、未体験ゾーンの映画たちみたいな、あんなクソみたいなね、ゴミ溜めみたいな映画を上映することもあって、客層も僕みたいな薄汚いおっさんっていうイメージだったんですけど、今回ばかりは本来の渋谷らしい客層でしたね。むしろ僕なんか場違いな気がして気後れしてしまいました。それでは、これから映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画「ブルージャイアント」、評価額はズバリ1400円。優秀作。優れた映画の特徴として、エンドロールが終わるまで誰も席を立たないという現象が往々にして起こるわけなんですけども、
本作もまさにそうでしたね。もっともエンドロール後におまけ映像が入るので皆さんにも席を立たないでほしいんだけど、そのこと知ってたのかな、それとも作品のパワーに圧倒されてその余韻をかみしめていたか。おそらくね、後者だと思いますよ。そのくらい圧倒的な熱量を放出する映画でした。原作は音が聞こえてくる漫画と評されてはいるんだけど、小説でもそうなんですけどね、テキストやイラストで音を表現するってめちゃくちゃ難しいんですよ。特に小説であれば音を言語化するって、これプロの小説家でもなかなかできる人はいないんじゃないかと思います。まあ僕には無理だね。でもこの映画を見て思ったんだけど、音が出せるってこれはこれでさらに難しい問題に直面するかなとも思ったんですよ。例えば天才的なミュージシャンとか天才的作曲家が登場すれば、その天才が奏でたり作曲したメロディーを観客に直に聞かさなければならないわけです。でそのメロディーがしょぼければ、こいつのどこが天才なんだよってなってしまいますよね。つまり天才が奏でるメロディーを生み出せるのはガチの天才だけというわけなんですね。その点小説や漫画は読者の想像力でそのキャラクターの天才性を補完できるわけですよ。ぶっちゃけごまかしやハッタリがいくらでも効くわけです。でもドラマやアニメ映画ではそれができませんからね。なまじこの手の音楽をテーマとした作品だと、逆に小説より映画の方が難易度が高くなってしまうんじゃないかなと思いました。僕は何度も言ってる通り、ジャズに関してはズブの素人なので、本作のメロディーがどこまで天才的なのかはわからないんだけど、多くの人たちが絶賛しているところからして、まずはこの映画音楽が素晴らしかったんだと思います。これがねしょぼいとどうにもなりませんからね、僕はね何も知らない僕もこの映画の音楽部分はすげえと思いました。そりゃそうですよね。日本ジャズ界のそれこそジャイアントである、上原ひとみさんが楽曲を担当していますからね。このブルージャイアントのジャイアントは巨匠って意味なんですかね。去年デビューした派遣アニメという作品、あちらでも作中のアニメ作品は超一流のアニメクリエイターが手掛けていたこともあって、作品のクオリティ突き抜けていました。なので本作もそうなっているんじゃないかなと思いましたね。ストーリーは至ってシンプルだったと思います。ジャズに魅了された仙台の高校生宮本大、彼が主人公なんですね。宮本大君、雨の日も風の日も何年も河原でテナーサックスを吹き続けてきました。そして高校卒業を機に上京して、高校の同級生玉田俊二のアパートに転がり込みます。そんなある日、訪れたライブハウスで同じ年齢の凄腕ピアニスト澤部幸則と出会います。彼の実力に惚れ込んだ大は幸則にバンドを組もうと声をかけて、さらにそこに全くの素人である玉田がドラムやりてーとか言って加わってきて、トリオバンドジャスっていうねトリオバンドを結成するんですよ。楽譜も読めない、ジャズの知識もない、だけどひたむけにプレイヤーの夢を追い求めて練習に励んできた大、幼い頃からジャズに全てを捧げてきた幸則、そしてドラムの魅力に取りつかれた初心者の玉田、彼らの最終的な目標は日本最高のジャズクラブソーブルーでライブをすることなんですよ。ジャズにおける、武道館、日本武道館みたいな感じですかね。おそらくこのねソーブルーなんですけど、青山にあるブルーノート東京がモデルだと思われますけど、あとねコットンとかいうジャズクラブも作中には出てきて、これはもう明らかにねコットンクラブですよね。あまりにもね名前明らかすぎるから、いっそのことを実名使わせてもらえなかったんですかね。このブルーノートとかコットンクラブにしてもいい宣伝にはなると思うんですけどね。なんかタイアップじゃないけど実名使ってもよかったんじゃないかなと思いますよ。で3人はバスへのジャズ喫茶から演奏を始めていって、最初はお客さんが数人という状況からスタートしたんですけど、やがて口コミで広がって注目を集めるようになるんですよ。そして
ソーブルーでの出演の可能性が出てくるほどまでに3人は躍進していくわけですよね。そのタイミングで思いもよらない悲劇が彼らジャスを襲いますみたいな、そんな内容になっておりました。熱血スポコンドラマとして王道中の王道ですよ。まあこの映画見ればわかりますよね。血の滲むような努力をすれば必ず夢は叶いますって。もちろん現実はそんなことはないし、そもそもこの3人にはとてつもない才能と運があったんだと言ってしまえばそれまでの話なんですよね。でもそれだと夢がないじゃないですか。努力は必ず報われるっていうとなんか老害だとかね、いやそういう言葉に傷つく人もいるからやめた方がいいとかと言われちゃうんですけど、いやそういう思い込みがあってもいいと思うんですよね。だって努力が報われないなんて決めつけはあまりにも夢がないじゃないですか。ひたむきに夢を追ってるうちはその夢が叶うというゴールが存在する、それは幻想じゃない。結局夢を実現する人って諦めなかった人なんですよって、これもね身も蓋もない正論だってことは分かっているんだけど、皆さんね自分にそれが向けられると受け入れられないくせに他人のドラマとして見ればやたらと感動するわけなんですよね。まあ人間なんてそんなもんですよね。本作がすごいなと思ったのは映像の端々から音楽魂が伝わってくることです。ジャズのことを全く知らない僕にすら音楽の凄みを実感させるんだから、これはねもう大したもんですよね。そのための演出というか表現はあまりにもなりふり構わないっていうか、炎や水や光や影などもうファンタジー RPG ゲームに出てくる全属性を駆使して描かれているわけですよ。彼らが奏でるメロディーが火を吹いたり洪水を起こしたり落雷を呼び起こしたりと、まるで攻撃魔法かよと言わんばかりに観客の網膜に襲いかかってくる。で大音響のメロディーが鼓膜を震わせますからね。なんかさ洗脳ビデオみたいな表現にこちらの平衡感覚もおかしくなってしまいそうでした。その間ねプレイヤーたちも宙に浮いたり膨張縮小や回転を繰り返したりとか、おそらくゾーンに入っている彼らの心象表現映像なんでしょうね。それらにシンクロしてしまった僕たちはまるでライブハウスに立ち会っているかのような錯覚に陥ってしまうんですね。まあ、よくよく考えてみればライブハウスもカラフルなスポットライトが、まあ、点滅明滅したりして非現実的な空間を演出するじゃないですか。まあそれに代わる演出なのかもしれません。精神世界的な映像と場内を駆け巡るような音響で一種のトリップ体験をさせられるような、まあ、とにかくね一つのライブが終わるとこちらの体も熱くなってどっと疲れがのしかかってくるんですね。別に悲しいシーンでもないのに、いや隣のお客さんとか泣いちゃってるし、なんかねやばいカルト集団の集会に来たような感じでしたね。かくいう僕も涙腺を何度も刺激された口なんですけど、まあ思い起こしてみるとね、振り返ってみると何がそんなに泣けたのかよくわかんないんですよね。この手の熱血スポコンドラマなんて今までにもいくらでもあったでしょうしね。よくよく考えてみれば高校卒業したばかりの若造たちがわずか1年数ヶ月で日本ジャズ界の頂点に上り詰めたわけでしょう。ましてやドラマーの玉田に至ってはど素人ですからね。この作中で物語の中でね、君たちは音楽をバカにしてないかっていうセリフが何度か出てくるんだけど、そりゃさ1年ちょっとで頂点に立てるんだったら僕でもちょろーいってねバカにしたくなりますよ。さすがにねここら辺は非現実的すぎるなとは思ったけども、でもこの作品にそんなことを突っ込むのは野暮っていうもんでしょう。作り手はそんなことは十分に承知の上でやってるわけですからね。このドラマで描かれている夢を叶える最適解って今の特に Z 世代の若者たちからすればどうなんでしょうね。恥も外聞も捨てて何から何まで全力で取り組むってまさにこれ昭和の美学じゃないですか。僕がねこれ言うとねめちゃくちゃ若い人たちに怒られるのはこれは僕の人徳なんですかね。
まあもっともね、こういうことを言ってヒステリックになる人たちの反応が面白くてついついね言っちゃうんだから無理もないんですけどね。世の中報われない努力はない、夢が叶わないのは君の努力が足りないからだ、もっと血の滲むような努力をしなさいって言うとキーってヒステリックになる人たちがコメント欄に書き込んでくれるのをついつい楽しんでしまう悪趣味なおっさんで本当申し訳ございません。結構皆さん面白いように釣れるからねとまあ冗談はさておき、ぶっちゃけ彼らのような生き方って結構きついと思うんだよね、この3人の生き方。だって主人公の大君はちゃんと楽しんでいるんですかね。かっこつけてないで自分の枠を超えてがむしゃらに行けとは言うんだけど、自分の枠を超えなきゃいけないってこれはこれでね大変なことですからね。やっぱり時には肩の力を抜いて楽しめないとこういうことって続かないと思うんですよね。まあ、僕も小説家なんでわかるんですけど、まあ、小説もそうなんですよ。ずっと続いて書いている人たちって楽しんでる人たちだと思うんですよね。もちろんがむしゃらとか努力とか熱血とか根性論はこれはこれでね必要なんですけど、それだけだと息切れしちゃいそうです。この手の熱血スポコンドラマって結局情熱や努力が成功を導いたじゃないと共感って難しいですよね。ジャズのことには詳しくないから僕はよくわかんないんですけど、この3人っていうのはどうだったんでしょうか。少なくとも、大と雪のりは天才的才能の持ち主だったと思うんですよ。ちょっとしたプチ天才が何十年もかけるところを彼らはわずか数年で到達してしまってるわけですから、やっぱ天才なんですよね。気になったのは全くの素人の状態で始めた玉田くんですね。彼は天才だったんでしょうか。でもさ、天才じゃないとソーブルー、まあブルーノート東京ですよね、ソーブルーには出させてもらえないよね。もしかしたら3人の中で一番の天才が実はこの玉田くんだったんじゃないかと思いました。個人的にこのドラマでね、映画で気になったのは、主人公の大がどうしてあそこまでジャズにのめり込んでいたのかわからないとこなんですよ。まあこれはきっと原作ではきちんと描かれていたんじゃないかなと思います。本作は仙台からいきなり上京しているので、その点はねあんまり描かれていないんですよ。そういう意味で原作ファン向けなのかもしれませんね、この映画ね。ある程度原作をちゃんと読んでる人向けなのかなと。ところどころね、豆腐屋のおっさんのシーンとか、あれ一体誰なのとかね、いう登場人物も何人か出てきて、これもおそらく原作を読んでないとちょっとピンとこない、シーンだったんでしょうね。本作はできたら音響設備の整った劇場で鑑賞してほしいですね。っていうか、もしかしたらテレビとか、まあ、スマートフォンとかね、 iPad のモニターではこの映画ね言うほど楽しめないかもしれません。だって一種の洗脳映像でもあるからね。あとこの映画、原作ファンの人たちはどう思ったんですかね。2時間ちょっとにまとめるわけだから、まあ、正直ね原作を知らない僕でも、いやちょっとテンポがかなり良すぎだよなと思ったんですよ。というのも3人がねあまりにも急成長しすぎている気もしたんですね。原作では彼らの成長ぶりはじっくりと描かれていったと思うんだけど、原作ファンの方たちはこの映画、このテンポどう思ったんでしょうか。もしよろしかったらコメント欄に感想を書いていただけると嬉しいです。あとね、ライブシーンになると明らかな CG 映像が、まあ、採用されているんですけど、あの CG 映像がね、良かったような悪かったようなどっちつかずの感想なんですよ。この映画ね、先日レビューして僕自身大絶賛させていただいた The First Slam Dunk にいろんな意味で似てるなと思ったんですよね。あちらは CG 演出がとても効果的だと思いました。人間の動きをモーションキャプチャーしているから生々しいリアルさがありましたよね。もうヌルヌルした動きが素晴らしかった。本作もそれがね採用されているんですよ、このライブのシーンで。でもねこちらはちょっとね全体として雑な感じがしましたね。まあその分ね動きは確かにこうヌルヌルとねリアルな動きにはなるんですけど、画風が劣化するっていうかね、なんか画風がかなり雑になるっていうんですかね。
これは CG を扱っているクリエイターのスキルの問題のような気もしました。観客の CG に対する目も肥えているから、このクオリティだと納得できないっていう人も多そうです。声優は人気のイケメン役者さんたちを起用していてどうかなと思ったんだけどね。いやいやいや、めちゃくちゃ良かったよ。でも東北弁演技はどうかと思いましたね。やたらと語尾にダベってつけるやつね。でもさ、これって栃木県とか群馬でも使われているんじゃない？だからあんまり東北弁って感じがしなかった。そもそもダベーがね、この語尾につけるダベーが不自然に聞こえてしまうのは、まあそれはね、声優さんたちがネイティブじゃないからっていうのもあるんでしょうね。そういえば広瀬すずさんのドラマも無理やりヘンチクリンな九州弁使っていたけど、あれなんかもね、いかにも作り手のキャラクターを立たせてます感が出ちゃって、個人的にはノイズでしたね。今回このね、映画でも東北弁はちょっとね、違和感ありましたね。あと熱くなりすぎるのはわかるんだけど、涙と汗と鼻水が噴き出すシーンあるじゃないですか。いくらなんでも量多すぎだよね。感動するシーンなのに思わず笑っちゃいました。お前水分補給しないと脱水症状になるぞってね、心配してしまいました。まああれですかね、若いから代謝がいいんですかね。排水効果高すぎだろっていうね、涙と汗と鼻水がね一気に出ますからね、ブワーってね、すげえな。どういう涙腺感染をしてるんでしょうかね。まあそんなわけで無駄に熱い映画でしたね。フィルマークスの評価は高いけど、なんかね、でもこの映画ね、賛否は分かれそうな気もしますよ。冷めた視点で見れば徹底的に突っ込みどころ満載ですし、ある程度リアリストであればこんなんねえよってしだけてしまうかもしれません。でも夢を追いかけたい、そんな自分を信じたいと思っている人には大いに刺さる作品じゃないかと思います。まあ僕もね、なんだかんだ言いながら夢追い人な人生を送ってきたので、この映画にはがっつりやられましたね。はい、まあそんなわけで、まあ、素晴らしい映画でしたよ。僕のジャズに対する思い込みとか偏見を吹き飛ばしてくれましたからね。いやジャズね、なんかいいね。なんか聞いてて、あ、ジャズいいなと思った。生まれて初めて思いましたね、ジャズ素晴らしいって。今までただのね雑音にしか思わなかったんだけど、ほとんどメロディー性がないしさ、ねえ、なんかちょっと雑音にしか思ってなかったんですけど、いやジャズいいね。早速ねブルーノート行こうかなと思いましたよ。なんかでもね、ブルーノート結構チケット高いのね。やっぱりこう本物をね楽しもうと思ったら、まあお金もかかりますわね。でも逆に言えば、その彼らの演奏にそんな高いお金を払う人がいるっていうことで、いやこれもさ、ミュージシャン冥利につきますよね。だって自分の演奏にそんな高いお金を払って聞きに来てくれるって、いやもうほんとめちゃくちゃ羨ましいですよね。ねえ、いや僕も頑張ろうと思いました。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。